はい、釣り子 TV です。今日はですね、竿を1本買ってきたんで、その竿を紹介していきたいと思います。これ今回はですね、中古で買ってきました。結構ですね、ずーっと探していたんですけども、なかなかいい巡り合いがなくてですね、どうにもって思っていたんですけども、ふとですね、釣り具屋さんに行ったら、すごい綺麗なやつが並んでいたんで1個買ってきました。で、今回はですね、神田の中古の老舗名店ギルで見つけることができたんで、これを早速ですね、ちょっと開けてご紹介していきたいと思います。何を買ったのか、はいはいはい、この入れ物に入ってるってことは、そうです、ファンタジスタ、これね、はい、ファンタジスタのレジスタシリーズの FCR70H、これ70H、 これをですね探していて、すごい綺麗だったんですよ。でですね、ギルが1年に何回か 20% オフセールって、何でもかんでも小物から中古品から新品から店頭に並んでるものを 20% オフしますよっていう、そういうセールやってるんですけども、そのセールの時にたまたま見つけたんで、定価1万円ほどなんですけども、なんと買う時はこの探してて一番欲しかった竿がですね、7000円くらいで買えた。へー、当時の超ハイエンド機種っていうか、今もこの探してたんですけどね。はい、ちょっと懐かしくないですか、一番最初の頃のですね、レジスタ02って書いてありますね。これが欲しかったんですよね。で、どうですか、これ結構もうミントコンディションって言ったらいいんでしょうか。ここのテカリとかもないし、あとはファンタジスタでよく言われてたのが、ここのグリップ周りがすごく壊れるそんな風に言われてましたけど、そのグリップ周りも非常に綺麗でですね、テッカテカですよね。使ってたのかなっていうような、こんな感じで超美品で、ブランクの方もですね、見てたんですけどね、こう本当全然傷とかがないんですよね。改めて今開けて見てみても、もうほぼ新品同様じゃないかな。だけど、まあファンタジスタももう第3世代第4世代ぐらいになるんですかね、新しいのがどんどん出て、この一番最初の頃のなんていうのは、釣り具屋さん中古屋さんなんかで見かけると、もう、1万円を切るぐらいの値段で買えちゃいますからね。なんかいい時代になりましたね。中古釣り具屋さんって俺大好きなんですけどね。で、これの10周年記念モデル、 70H の10周年記念モデルっていうのを、最初買って、あんまりにも使い心地がいいんで、で何使ってるかっていうと、ブルフラットをライトテキサスで投げるときに、ちょうど 70H ってのが具合よく釣れてくれるんで使っているんですけども、レンタルボートとかで釣りしてると、ブルフラットの 4.8 と 5.8、これ両方ぶら下げときたいなぁなんていう瞬間が結構最近増えてきたんですよね。で、針も全然違うし、微妙に使うシンカーも違うから、いちいちその、今、大きいの食いそうだなっていう時切って、また5.8 に付け替えて投げていて、で、しばらく 5.8 で流すと、あれ、ちょっと大きすぎかな、なんか、当たってるけど針先乗んないな、そこまででっかいの求めてないのかな、やっぱ 4.8 に戻そうってのは、また切って結び直して、そんなことの繰り返しなんですよね。でも同じ竿でやりたい、でも10周年ファンタジスタ売ってないですから、2本持つわけにもいかないし、一番オリジナルの 70H やったら、もうぜひもんでも欲しいなと思ったら、この超グッドなコンディションの 70H があったんで、今回買ってきてみました。で、リールはまあやっぱアブなんで、ここら辺のレボのビッグシューターコンパクトとか、こういうの合わせますかね。これにちょっと
太めの糸、まあでも16ポンドとかそういった感じのクロロカーボンラインとかを入れて、まあ、あとは14ポンドぐらいですかね。あーやっぱりアブアブなんで、ぴったりですね。こんな感じでピッチングしてブルフラットポッチャンポッチャン投げてこようかなっていう。で結構あの古いのが悪いってことはないと思うんですよね。で新しかろうってまで一番新しいファンタジスタはもうめちゃくちゃ軽いブランクになって、それはもうもちろん一番いいと思うんですけども、ただ結構このファンタジスタの一番初期型のブランクってのは結構なんていうかマジックが魔法がかかってると思うんですよね。すごい主にはあの小森さんのステディオスシリーズを使っているんですけども、なんかバレないんですよね。魚かけた後の曲がりがいいのか全体的な調子がいいのか、ガイドとかはもう別にマイクロガイドでもないからそこまでめちゃくちゃ軽いとかそういったわけではないんですけども、他のファンタジスタシリーズで使っていると結構あの第2世代の頃のブランクより自分は正直第1世代のこの一番最初の方のファンタジスタ、これのブランクスが一番魚バラさないでしっくりくるんですよね。いろいろ釣り比べてると何が違うのかなと、こう天井に当てた感じとかではもう全くわからないんですけども、実際に釣り場で使ってみるとまあもうないもんねだりになっちゃうんですけどね。この一番最初のファンタジスタブランクス、これがまあ自分の釣り方には一番しっくり合っているのかな。そこでちょっと一番欲しかったですね。 70H っていうレジスタの番手が売っていたので今回買ってきてみました。なのでまあちょっとこれからハイシーズンにも入っておりますので、レンタルボートでの釣りの時なんかはこれと10周年の 70H とあとはスピニングいくつか並べて、釣りするようなことが多くなってくるんじゃないかなって。まあ何にしてもですね、しばらくちょっと実は初めて買ってますんで、こういった古い名作、もうだいぶ昔の竿になっちゃいましたからね、こういったので、まあ、買おうと思ったら見つけたら1万円前後で買えたりしますからね、ちょっと釣りをしてみようかなと思います。でまあまあグリップのところなんかはこだわりのこう握り込みに合わせた削り込みなんかがあったりして、まあ、こうした、非常にいい感じでございます。というわけでですね、本日の釣り子 TV は中古でこれなんと7000円前後で買えたんですけどね、ファンタジスタの、レジスタ 70H、 これが、中古で安く買えたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。